ヘキサゴン刑事での試合の様子、ストライクフォスは、かつて存在したアメリカ合衆国の総合格闘技、団体、シリコンバレースポーツエンターテインメントによって運営されていたが、2013年に、ツッファが運営する、UF ックに統合された。ショータイムによって全米に中継されていた。1985年に格闘技の指導員であった、スコット・コーカーが、ESPN の番組用に、 キックボクシング団体プコの大会を開催した。公ー,ーは1993年にプコの放映が終了して以降もキックボクシングの大会運営に携わり、サンのゼの大会場 HP パビリオンでハビア,アー・メンデスやカンディーをメインに据えた大会を組んで人気を博していた。ほか、2000年から2007年までは、K1 のアメリカ大会のプロモートも手掛けていた。2006年にカリフォルニア州で、 総合格闘技が認可、合法化されたことを契機として、HP パビリオンからの提案を受け総合格闘技に進出。3月10日に開催された3年ぶりの復帰となった、フランク・シャムロックと地元カリフォルニアに、従術事務を持つシーザー・グレーシーの対戦をメインイベントとする第1回大会、シャムロック VS。グレーシーはカリフォルニア州で認可された初の MMA 大会であり、 入場者数18,265人は、ユフック57をしのぎアメリカ合衆国における当時の新記録となった。2007年には提携したエリティックスクと大会を共同開催したほか、プレーボーイ氏の創刊者、ヒュー・ヘフナーの指定、プレーボーイマンションで大会を開催した。2008年4月12日より1年間、NBC の深夜時間帯で、 過去の大会のハイライト放送と選手紹介を行う番組ストライクフォスオン NBC を放映した。2009年2月、ストライクフォスは活動を停止したイリティックスクのオーナーであるプロイリート社よりビデオライブラリーや数選手の契約保有権を含んだ資産を買収したことを発表した。また数日後にはアメリカ三大ネットワークテレビ局の一つ CBS および CBS 参加のショータイムと3年間の契約を結んだことが発表された。5月からは人材育成を目的とした新シリーズションマ、ストライクフォスチャレンジャーズが開催された。2009年8月5日、日本の総合格闘技団体ドリームとの提携が発表され、お互いの団体に選手を派遣し合い、対抗戦を行った。同月には m 一グローバルと提携を結ぶと、 共に、総合格闘技のヘビー級世界最強と評価されているエメリアエンコ・ヒョードルとの契約を果たした。2009年8月15日には、メジャー MMA プロモーションとして、初めて女子戦をメインイベントに据えた、ケリノー VS サイボーグ大会を開催した。2011年2月12日、ストライクフォスト M-1 グローバル共催による、 ワールドグランプリヘビー級トーナメントを開催した。2011年3月12日、ユフックを運営するズッファーに買収された。これに合わせて、数名のトップ選手がユフックに移管したが、それ以外は当面は、以前の WEC 同様独立プロモーションとして、運営していくことが発表された。2011年5月、CEO であったスコット・コーカーは、 買収により取締役副社長兼 GM に降格。マッチメイクもコーカーの手を離れ元 WEC。マッチメーカーのショーン・シェルビーが就任。なお、コーカー以外の社員は全員解雇された。運営は元 WEC 副社長のピーター・ドロピックが行った。2011年7月、ヘビー級王者であったアリスター・オーフレームを 契約問題からリリースし、ウェルター級王者ニック・ディアスが、ユフックウェルター級王者ジョルジュ・サンピエールへの挑戦に、伴い王座返上。9月19日、ユフック参戦のため、ダン・ヘンダーソンもライトヘビー級王座を返上し、ヘビー級、ウェルター級に続き、ライトヘビー級も空位となった。2011年12月16日、ユフック代表のダナホワイトより2012年1月の、 大会をもって、ストライクフォースのヘビー級の裕福への移管を呼び、チャレンジャーズシリーズの廃止が発表され、ストライクフォースの運営が、ダナホワイトを中心とした運営に切り替わることが、合わせて発表された。2012年12月6日、女子バンタム級が廃止され、裕福に移管された。2013年1月12日、ストライクフォース、マーカと VS、サファディーンを最後に、ストライクフォースと、 ショータイムとの契約終了に伴い、同じズフファが運営するユーフックに統合された。2014年6月、元 CEO のスコット・コーカーがベラトア MMA の新 CEO に就任。選手と基本的に専属契約を結ぶユーフックとは、対照的に他団体からの参戦も多く、逆にストライクフォスに所属する選手も他団体や海外の団体に参戦した。また、 メジャー MMA プロモーションとして初めて女子戦をメインイベントに据えた大会を開催したように女子選手の試合も多く組まれた。試合は正六角形のヘキサゴン掲示を使用して行われた。2011年ズファンに買収されたことによりユニファイドルールが導入されグラウンド状態での肘打ちが解禁された。ありがとうございます。